仙台リーメンバーの高橋鈴鹿です。仙台リーメンバーの豊田です。今日はですね、マテリアル、ヘルスケア、IT の3つの分野でグローバルに展開している定人さんにやってきました。この会社さん正直で分からなかったんですけど、知られてないのもったいないなっていうぐらい、さっきから言ってますよ。おしゃれなオフィスで、人もいいというふうに聞いたので、はい、徹底調査していきましょう。潜入していきます。ということで、はい、行ってきます。せーの、おー。今日案内してくださる方が来てくれてるので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、定人のですね、人材開発部採用グループ、田中と言います。よろしくお願いします。田中さん、よろしくお願いします。ちょっと後ろのやつがね、早速、はい、気になってるんですよ。基本的に土台をやってる会社なので、はい、その定人の土台だけで車作ったらどんなふうになりますかって、はい、コンセプトとかですね。ちょっとエンジンとか説明できないんですけど、はいはい、例えばそのボディのところとか、はい、カーシートとかね、シートベルトとか、そういうのは定人の土台で作れるので、一個作ったらどうなりますかっていうのを見せて、お客さんに見せるためのね、ちょっと景色すごいっすよ。すごいですよ。ビルばっかりじゃなくて、当時の皇居とかさ、民国寺とか見るとこなくない？景色めっちゃ、しかもあそこスカイツリーもあるすごいっす。じゃあ次の場所は、じゃあ、まあ、実際に対立を、はい、ちょっと実際にこう相談とか使ってるのを、はい、ちょっと見てもらったんで、はい、すごいですよ、また景色が半端ない。商談中にも見える。これじゃすごい。そうそう、だから、見てみよう。やっぱり初めて来るお客さんは、はい、こうするとすごいですね、大体ここで5分ぐらい固まる。5分もどっちか見ちゃいますね。でもということで次は未来、はい、スタジオ、未来スタジオ、はい、定人のですね、はい、いろんな製品を展示しているスペース、はい、お客さんとかに見ていただくスペースがあるので、はい、ここちょっとご案内したいなと。名前だけでもさ、そうですよね、ワクワクするよね。すごい。すいません、はい、はい、未来スタジオ、スターウォーズみたいな、え、スターウォーズの世界みたいな感じだね。定人のが作っている様々な製品とかを紹介する、まあ、商談とかに使っていたスペースなんですけど、さっき見てもらったんですけど、定人の素材だけを使ってどんな車ができますか。上のやつは、ね、動かないんですけど、これはね、実際に動くやつ。どういうんだ。え、実際に走ったことあるんですか。行動はないですけど、心情みたいなところは走ったことがある。すごい、超かっこいい。ここからはこういった具材になる前、そもそもどういう素材を生きるかというのか。で、これはね、黒いのは炭素繊維っていうやつです。炭素繊維って光が化学合成繊維を炭化させて軽くて、うん、なおかつ強いっていう特性を持った繊維なんですね、うんうん、どれぐらい軽くて、どれぐらい強いのかっていうのをちょっと実験して、はい、まあ、見てもらったり、はい、これ、鉄、スチール、はい、鉄とアルミと、はい、その炭素繊維で作った板、はい、同じ大きさみたいなんですけど、はい、ちょっと重さをね、左からちょっとじゃあ近づけて、持ってみて、うん、重い、うん、スチール重いですよね。これちょっと軽く、あ、本当ですか。その重さを覚えてもらった上で、これちょっと軽持ってる感ないぐらい。いや、本当ですよ、これ。行きますよ。おー、全く違いますね。アルミより全然軽いですね。その炭素繊維というのがどれぐらい、まあ、強いかっていうのを、はい、実験してもらいたいんですけど、はい、こっちはそのアルミだけで作っちゃいた、はい、ね、右側はこの同じ厚さのアルミの上に、まあ、炭素繊維コーティングした部分ですね、はいはいはい、まあ、どれぐらいその強度が増してるかっていうのをちょっと折り曲げて試していきます。出ます？普通の大きさに。これはただのアルミです。コーティングしてないんですね。はい、してません。いきましょう。せーの。おー、簡単に折れますね。女性でも簡単に曲がりますね。じゃあコーティングされたとこ行ってみる。行きましょう。せーの。あ、あ、全然、いや、折れない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 。さっきのと、本当に折れない。さっきのと中身は同じ、はい、だのアルミなんですけど、こう炭素繊維でコーティングするだけこれぐらい強度が全く、全く違います。炭素繊維の話ばっかり申し訳ないですけど、これ繊維航空機に乗っている構造材なので、これ炭素繊維を持っていくだけですけど、ちょっと持ち上げる、持ち上げる、持ち上げる、大丈夫か。あ、え、軽そう。飛行機に乗ってるんだからめっちゃ重そうじゃない。めっちゃ軽いじゃん。全然もう指だけで持ってますよ。めちゃくちゃ軽いって。だけど車の材料しまうんですけどね、こういうものを使うと飛行機が軽くなって、すげえ軽くなって、で使用量の排出量が出ますよと。すごい、環境にもいい。そうですね。これはその定人の素材をもっとこう我々の身近なところでどういうものに使われるのか、はいはい、こういうふうに多いですね。例えば、自転車どこに使われるのか。タイヤ。ああ、いい線です。タイヤの前のこの時はスポークとかですね、こういうこうっていうのと、この辺はもっと短くもしれませんね。定人グループ会社の定人クロンティアってところで、はい、そこが展開しているものなんですけど、あとはスコールの生地を使ってるんですけど、はい、これはね、ヨシが出てこない。これは定人のアラミ、さっき話したアラミド繊維、熱に強いものを使って焚き火の周りで使うための。すごい。ね、お菓子があります、はい、もうそう、めっちゃ気になるんですけど、何ですか。意外なことに定人って食品もやっていて、はいはい、その定人が売っている食品を使って、いろんなメーカーさんが、まあ、
製品を出してくれて、その一例を。そう、スーパーモディ、バリオックス、はい。これ、ちょっとね、話題になってましたよね。うん、これはだから、定人の製品の中でも珍しくて、うん、このウェブとか、あスーパーとかで普通にこう買える製品。この家なんですか、この電車中。あの、コンクリートとかの建材の中にですね、こういうアラミドで作った、こういったシートを入れることによって、はい、より堅牢な建物ができるんじゃないですか、うん、みたいな話。うん、これもちょっと比べてもらったら、天井材なんですよ。こっちがいわゆる一般的な石膏ボール、うんうんうん、で、こっちがうちのそれを使ったカルテンってやつなんで、はい、ちょっとこのままじゃあ、もっと比較してみて、こっちもな軽い、あ、全然全く違う、てかあのこっちを持った後にこっちを持つとめっちゃ重く感じる地震とかが起きた時にですね、うん、これがこう天井からピッてきちゃうことがあって、そうそう、でも危ないじゃないですか、それでね、事故とかありますもんね、そうそうそう、その時にこれを変えておくと、落ちても危ないですね、丈夫さは大丈夫なんですか、丈夫さは大丈夫です、この辺がやっぱり一番分かりやすいですかね、これ超丈夫、使われてるんですか、使われてます、すごい、熱に強いとか摩擦に強いっていう特性を生かして、リスクの高い職場で働いてる人の作業服とかにはアラミド繊維っていうのは使われる機会が多いですね、ありがとうございます、すごかったですね、ちなみに次はどこに、次はですね、はい、実際にこういった製品を売ったりとか、はいはい、開発をしている社員の声を聞いてもらおうかなと思うので、はい、行きましょう、はい、気になること聞きましょう、ということで続いては店員さんの実際の社員さん3名の方に来ていただいたので、私たち就活生2人が気になることをどんどん聞いていきたいと思います。はじめに自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。アラミド事業本部におります杉田と申します。ヘルスケアコネクト企画開発部にいます山田明奈です。天神ファーマ地域包括ケア事業推進部の西岡と申します。じゃあまずちょっとフリップに書いていただきたいんですけど、まずはじめに店員さんにしかない魅力がもしあれば教えていただきたいです。じゃあ早速お願いします。せーの、真ん中のだけじゃないぐらいなんですけど、西岡さんからお願いいたします。私はもともと定人の医療機器の営業から、キャリアをスタートしているんですが、今では事業探索班というところで新しいビジネスを作るというところも今経験しておりますし、あと今定人訪問看護ステーションというところの新しい会社での人事担当というところで、自分自身営業以外の幅広いキャリアを今詰めていると思っております。じゃあなんか似た感じのこと書いてくれてる、そうですね、そうですね、お聞きしたいです。私も今年で入社6年目になったんですけれども、やはりまあそこまでの間に、営業を始めて、今マーケティングとか広報の仕事をしてるんですが、まあ、結構も自分でやりたいことを決めて、はい、例えば売りたいものとか、どういうふうにお客さんに売ったらいいかとかもかなり、はい、若い頃からやらせてもらってるかなという印象があります。じゃあ一番気になるだけじゃない私も結構お二方と似たような意見なんですけれども、はい、定人って結構多岐にわたって事業をしていて、うん、まあ、ヘルスケアの中でも医薬品もあって、はい、医療機器もあって、健康食品もあるし、まあ、ウェアラブルデバイスもあるし、医療関係のサービスもあるっていう、うん、いろんな事業をやってるんですね、うん、私もともと医薬品の研究職だったんですけれども、はい、まあ、一度は薬の世界に入ってみて経験積ませてもらって、ただやっぱり在宅医療がやりたいってなった時に、会社を辞めずとも社内で方針転換が柔軟にできたっていうのは、まあ、定人がいろんなことをやってくれてるおかげだなと思ってます。自分から一つ質問なんですけど、はい、定人さんで働いてた中で仕事が楽しかったっていう思える瞬間があればお伺いしてもいいですか。じゃあそれではお願いします。海外出張からお聞きしてもいいですか。はい、営業担当の時の話なんですけれども、はい、結構アラミド事業部っていうのは母材として世界中に販売してるんですけど、定人の中でアジアの担当で一人とか、ヨーロッパで一人とかなので、若手の頃からも海外のお客さんの工場に行ったりする機会があります。なんか一つ不安に思ったのが、なんか英語喋れなきゃいけないんじゃないかなと思ったんですけど、そこってやっぱりある程度のラインっていうのはあるんですか。でもちろん話せる方がいろいろやりやすいことはあると思うんですけど、それよりはなんか伝えたいこととか、実際お客さんに何か紹介したいこと、どうすれば喜んでもらえるかなとか、そういうところの方が大事かなと。それさえあれば、後からなんとかなるかなと思います。実際どこ行かれたんですか。アジアだと、はい、タイとか中国、あ、いろんなとこ行くんですね。ヨーロッパも行ったことあります、ね、オランダ、ドイツとかは。はい、続いて聞いていきましょう。薬のレシピを。じゃあ薬のレシピ、前の部署の話なんですけれども、はい、薬の研究をしていたんですけれども、はい、研究の中でも製剤開発って言われるもので、薬のレシピをまさに決める部署にいました。薬のレシピって何ですか。薬って有効成分だけで錠剤ができてるわけじゃなくって、はい、有効成分以外にもいろんな素材を混ぜて錠剤にしてるんですよ、はい、有効成分が、まあ、他の部署からもらえるんですけど、はい、それをどんな素材と混ぜて、はい、何パーセントで混ぜて、でどんな機械で錠剤にしていくかっていうのを決める研究をしてました。難しい仕事ではあるんですけれども、はい、自分の実験によって山田さんがした実験のこの配合のものを、まあ、薬の、レシピにしていきましょうっていうのが、まあ、部署で決まって、実際にその処方で薬を作るってなった時に、まあ、すごくやりがいを感じて楽しかったなと思います。最後にね、はい、聞いていきましょう。まず一つ目が、今私定人
治訪問看護ステーション株式会社というところの採用担当しておりますので、はい、自分が採用した人物が現場で活躍してるっていう話を聞いた時にとてもやりがいを感じます、はい、もう一つが今事業探索班っていうところにも今私所属してますので、はい、今それこそこれから新しいビジネスをゼロから生むという部署になりますので、はい、実際の新規事業の立ち上げ方とかそういったところを今学んでいるところでして、はい、そういったところで多くのことを経験できているというところにとてもやりがいだったり楽しさというのを感じます。次はね、丸抜でいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、結構ちょっとぶっちゃけた感じの、ね、聞きたいことそのまま聞いちゃうみたいな感じになるんですけど、はい、まず一つ目、天神さんに入社してぶっちゃけ良かったと思いますか？せーの、ですよね。入社して良かったのはなんでですか？さっき挑戦できるっていう話はしたんですけど、はい、一方ですごいサポートもしてくれる、はい、先輩とか上司とかがすごい支えてくれるので、はい、前には立ってやらせてくれるんですけど、ちゃんと会社とか課に戻ったら支えてくれるって結構人の良さはやっぱ入って良かったなと思いました。なるほど。一緒に働きたいなと思う人が多いっていうところですかね。お手本になる先輩も多いですし、はい、穏やかですごく働いてて心地よいので、はい、仕事に集中ができるなと思います。若手からやりたいことに関してどんどんチャレンジさせてくれる会社だと思いますし、はい、同期も含めて優秀な方もすごい多いですので、そういったところでいろんな刺激だったりとかも多く受け入れられる会社だと思います、はい、どうしてぶっちゃけ良かったかお願いします。せーの、私はもともと営業をやっていて、で、一つの用途に対しての営業をしてたんですけど、今はちょっとどっちかで一歩引いて、例えば他の事業とかの、マーケティングをしたり広報とかっていう形で、自分がもともと一担当で思ってた視点を持って他の人とのやり取りとかないしはサポートみたいなこともできるので、結構新しい考え方が広がる機会になったかなと思ってます、うん、私も移動してよかったなと思っていて、もともとは薬の研究をしていたんですけど、今は具体的に言うと訪問看護の看護師さんに向けた新事業の開発を行っていて、ゼロから一を作る仕事なんですけれども、実際使っている看護師さんたちからの反響があったりとかすると、うん、あ、やっててよかったなって思って、それは薬にはない魅力だなと思いました。私が実は最初移動したのが入社して3年4年だったところだったんですが、今回今いる地域包括ケア事業推進部になりまして、今まで営業だけでは経験できなかった例えば現場のサポートだったりとか、あとそれこそこういった採用だったりとか、もう本当に今まで営業以外のキャリアの選択肢っていうところを提供してくれたのは、もう本当に自分自身にとっても社会人にとってもいいなと思います。入社後のギャップありましたかっていう質問を聞きたいです。せーの、あったあったなし。まずは丸から。丸から、はい、はい、ね、私は今繊維の営業をしてるんですけど、もともと大学は文系だったので、やりたいと思って入社したものの、やっぱり実際布ってどうやって作られてるかとかもよく分かってなかったので、実際は働いてみて知らなかったことがすごい多いっていうギャップはありましたね。ちょっと大学生あるあるかもしれないんですけど、はい、こう社会人になっても同期同士でが周りにいっぱいいて、同期でずっと遊べるって思ってたんですよ、はい、東京本社に今いるんですけど、前までは山口の方の事業所にいたので、はい、そこではもともとうちの同期が140ぐらいですか、140ぐらいいるんですけど、はい、その中の十数人しか山口の事業所には行かなかったので、はい、同期と遊び続けられるっていう夢はちょっとあまりなかったかなと思います。僕がこの罰を挙げたのが、入社前と入社前後で人のいい人、人間としても立派な方でしたりとか尊敬できる方が多いと思って入職したんですけど、実際その通りだなと僕は思いました。本日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次のとこ行きますか。行きましょう。今度は2人のためだけに医療説明会を聞いてみましょうか。完全に2人のためだけに編集した。おー、ありがとうございます。夜なべして作ったやつそもそもの問題として、はい、知ってましたかって話だった。正直知りませんでした。どんな理由があるんですか。はい、ガストの天神っていうのは見たことあるんですけど、会社なんだみたいな感じで。ってことですね。まず事業領域ですね、どんなことをやってるグループなのかということで、天神って主に4つの領域があります、はいはい、マテリアル事業とヘルスケア事業と、繊維製品事業と、それから IT 事業ということで、これからの実は天神グループ全体のビジネスの領域で、主にグループ会社が担っているところもあるので、今日はマテリアル事業というところとヘルスケア事業というところを絞って説明をしたいと思います、はい、一発目がマテリアル事業ですね、はい、要は素材とか材料のビジネスなんですよ。製品を作るための材料を作ってるんですね。だからスーパー行ったりとか、あとウェブで電子の製品とかあんま売ってないんですよ。だからなかなか定義って名前は知ってるけど、何やってるビジネスって書いてあるかって伝わりにくい、多分そういうところにあるんですよね。でも実際はね、定義の製品って我々の生活の本当に身近なところから、産業用途相当幅広くいろんなところに使われますっていうところです。ヘルスケア事業って聞いて最近の思い人って何ですか。ヘルスケア事業っての代表的な何って言ったら、待って、何って言ったら
言うて、治療ですよね。そうそう、治療なんですよ。例えば薬とか医療機器とか病気とか怪我になっちゃった人たちを治すためのビジネス、当然定人この治療のところでやっていて、医療品とか医療機器があっています。でそれぞれのビジネスの領域で定人って割とその現場データがあって、特に医療機器の領域ではですね、かなり存在感ある感じになっています。ただ定人の面白いところってこの治療という領域だけではなくて、真ん中には予防とか健康とか病気や怪我にならない体を作っていきましょう、そういったこの領域の商品始めているし、あともっと広げてですね、この地域全体の医療連携体制をサポートするためのシステムみたいなことまでやり始めています。治療だけかなと思ったら、予防から介護に至るまで相当幅広い領域のヘルスケアビジネスをやっています。これも平均のヘルスケアビジネスの面白いところですね。で、最後にですね、融合領域っていうのがあるんですよ。今ご紹介したのはマテリアルとか、ヘルスケアで、まあ、それぞれ結構高い技術を持ってます。で、いい製品を持ってます。これを掛け合わせることで、なんか新しいものが生まれるんじゃないかな、ということでいろんなことを取り組んでいるんですね。分かりやすいところで言うと、そのヘルスケアとマテリアルを融合することで、例えば、成人が世界初めて画期的な医療材を作りましたみたいなことがしうる、すごくこう、そういうのってめちゃくちゃワクワクしますよね。で、それが市場に受け入れられると、すごく社会貢献性も高いし、ということで、この融合領域っていうのは、もう、社員である私からも、すごい面白いものが生まれるかもしれないって、すごくワクワクしながら見れる領域だと思っています。そんなですね、マテリアルとかヘルスケアとか融合領域をやっているこの成人なんですけど、まあ、そんな成人が一番大事にしていることとか、最大の価値観みたいなことは、この企業理念というあの成人の企業理念をですね、クオリティオブライフの向上というやつと、社会と共に成長します、ですと、社員と共に成長します、この3つですね。この企業理念というのは、最高の価値観なんです。この価値観を携えてですね、今、成人がどういう会社を目指しているのかというのが、この下のところに出てたんですけど、未来の社会を支える会社。でもじゃあ、ふと立ち止まって、未来の社会を支える会社って、どんな会社ですか？普段使うもの全てが成人。ああ、そうですね。成人がないとも生きていけませんわ、みたいなことですね。まあ、それもことあります。今、定人が考えている未来の社会を支える会社というのは、今、人間が抱えている、地球が抱えている様々な課題に対して解決策を提示できる。もちろん、定人じゃないとこの解決策って解決できませんよね。そんな強みのある会社が未来の社会を支える会社なんじゃないかなって考えているんですね。今、我々が抱えている、共通して持っている課題って何ですかね？ああ、そういうの含めて、SDGs ですね。そうそう、SDGs。SDGs の達成の先にあるのが、その持続可能で豊かな社会ですよね。その実現に貢献することができることが、未来の社会を支える会社だよね。というふうに定義は考えているんです。どういったソリューションをね、提供しますかということで、いつもソリューションで領域っていうのを作っています。一つが、環境価値。二つ目が、安全安心防災で、三つ目が、少子高齢化、健康志向。この3つのところに、先ほどご紹介したような製品の製品、まあ、マテリアルも生まれましたし、ヘルスケアの技術もありましたね。こういったもので、この3つのソリューションを提案することによって、SDGs の達成に貢献していきましょう。それが未来の社会を支える会社になるというふうに考えています。でも3つのソリューションと、さっきご紹介した製品とかサービスとか、どうつながるのかって、ちょっとなかなか頭の中でつながらないですね。うちの製品を使ってどんなソリューションが具体的にあるのか。と環境化ソリューションと安全安心防災ソリューションと少子高齢化健康ソリューションなんですけど、まあ、環境価値はモビリティの領域、飛行機とか車に水の酸素電気を提供できるとかといって軽くなります。燃費が良くなります。 CO2 の排出量が減ります。非常に分かりやすいところですね。こうやってですね、その飛行請求材料ってかつては結構そのリサイクルするのが結構難しかったんですけど、そのリサイクル性を応用することによって、まあ、環境価値を低減していきましょうというふうに思います。なんでこの安心安全防災ソリューション、ここはアルミの繊維がでさっき消防器に使われますみたいな話しましたけど、そういったリスクの高いところで働いている人たちがより安心して働けるようなものを作っていきますというのがポイントです。最後の少子高齢化健康志向、これはもう非常にヘルスケア事業がもうそのままズバリっていう感じですよね。さっきも言ったように予防治療、それからリハビリ介護っていったところかなり幅広いヘルスケアビジネスが出ますので、少子高齢化健康志向というところは、いろんな提案ができるところかな。このところで、はい、ありがとうございました。成人さんで定調査してきましたけど、はいね、こんなすごい会社を調べたのさ、もったいないよね。これ見て興味持ってくれたと思うので、成人さんのエントリーとね、定調ホームページ概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ください。本日も動画を見てくださってありがとうございました。